1982年、高橋義孝は、日本のドイツ文学者、評論家、随筆家。文断関係者からは名前を音読みして、高橋二孝と称される場合もある。東京府東京市神楽生まれ、金華尋常小学校、第二東京市立中学校で、福田爪有りと同級。旧制高知高等学校を経て、1935年、 東京帝国大学独文化卒業。大学院に進学するが1936年、卒業。1937年により、フーンボルト財団級施政として、ベルリン大学へ留学。1938年、ケルン大学へ移り、ドイツ文学を学ぶ。1939年、帰国し、東京の旧政府立高等学校教授となり、翻訳のほか文芸評論を発表した。 1944年、陸軍科学学校教授としてドイツ語を教える。第二次世界大戦中はナチスの紹介をした。戦後もマルクス主義の文学理論を批判した。1947年に北海道大学法文学部助教授となるも、北海道が東京から遥か離れた壁地であることに、嫌気がさして1948年に退官。 執筆に専念するが、1950年、九州大学助教授に任命され、1954年、教授。1961年、文学研究の諸問題で、東京大学文学博士号を授与される。1968年、ベルリン大学客員教授。1970年、旧大を辞任。1973年、 名古屋大学教授となり、1976年に定年退官し、東方学園短期大学名誉教授として、週一回教えた。教授時代は終始一貫して、東京の自宅を動かず、旧大時代は最初は国鉄の寝台車で、後にジェット機で東京との間を往復し、ジェット教授と呼ばれ、名古屋へも新幹線で通勤した。1955年、森尾外で、 第6回読売文学賞。マン、フロイト、ゲーテなどの役所も多い。死は、内田百と、尾崎志郎。弟子に、山口瞳がいる。百の愛病のらが失踪した際、酒によって、今頃は、三味線の道を溶かしてますよと電話を入れたことが、激凛に触れ、しばらく、出入り差し止めとなった。また、子供の頃から相撲好きで、1964年。 横綱審議委員会委員、1981年には委員長になった。江戸っ子をもって認じ、遮断な随筆を数多く観光、蝶ネクタイがトレードマークだった。息子の高橋隆氏は東京大学工学部名誉教授である。ありがとうございます。